現在、犬山駅の近くに来ておるんですが、左の方がですね、犬山線でしょうかね。そして右の方がね、小牧線のシルバーの電車が行きましたので、この陸橋から見える景色というのはそういうものだと思うんですけど、右側ですね、小牧線の電車ですね。そして犬山線から出てきた列車がさらに右へ行ってますので、もう一本来ましたか、つながってますね。結局あの3つの股に分かれている場所ですね、そこです。今特急が駅に入ってきましたけども、犬山駅から向こうですね、そちらに鵜沼駅という位置関係だと思います。これは犬山駅前のね、河川中なんですけども、非常にこの立派なものが建ってますね。真ん中のものが多分小牧線で、その奥ですね、それが犬山線、奥の方にあります陸橋が先ほど私が上から覗いていたものですね。そして向こう側に広見線ですね。この陸橋に登って様子を見てみたいと思いますね。前方の犬山駅から列車がやってきまして、左のポイントに入りました。先ほどの、変電所のような河川中を、ね、右に折れてきまして、これは犬山線の列車ですね。そして、左手にある単線が小牧線だと思います。この犬山線というのは大正元年ですね、当時名古屋電気鉄道が、名古屋市内でね、市電のようなものを走らせていたんですが、それがですね、愛知県の郡部の方へ伸びてきまして、この犬山まで、やってきたということですね。そして後にですね、昭和の6年ですか、この今の真ん中の列車ですね、こういった小牧線がこちらの方に接続すると。そしてですね、さらに左手の方に、広見線ですね、これがあるわけですけども、この3つの線がね、
この駅に集まっているそういう場所ですね。これは広見線の電車ですね、新幹線の方からやってきたものが駅に稲間駅に合流するところですね。そして今度は新狩の方へ向かうものですね、この列車が出発と。この反対方面なんですけど、こちらの方にね、稲山検車区というあの電車の車庫があるんですね。次々と列車がねやってきますね。これは多分車庫から出てきた電車ですね、今信号待ちをしておりますですね、そして向こうからもまた何かが出発と。ですからこの列車の出発を待ち、今車庫から、ね、出てきましたものが再び駅に進入と。まあ、ひっきりなしに列車が来ますのでね、ただぼやっと見ているだけでもこの飽きないですよね。列車もおそらく車庫に入っていくものですね。そして今この反対側で信号待ちをしておるものですね。これが動き出すだろう。まだちょっと動かないですね。まあいずれにせよこの後ね、この先にあります稲山検車区にね行ってみたいと思います。